どうもお疲れ様です。5月30日木曜日朝6時の相場解説になります。月火水とずっとね上昇トレンドを見てきました。途中でレンジもありましたけども、まあ、基本的にはね全時間軸上昇トレンドでございました。その中で利益をどんどん取っていったわけですけども、今日ね157円の半ばになって、これから158円の方に向かうところなんですが、このね図を見ていただいて分かるように、今日足が上昇トレンドなのはもう繰り返し申し上げている通りです。で、なんで最終日かって言ってね、今日の夜材料がついに来るからなんですよ。これによって、明日はねまた別のマーケットが出来上がるんではなかろうかと思います。また明日の朝は日本からも材料が出てきますんで、いよいよですね金曜日はちょっと難易度がぐっと上がって、単純に上昇トレンドってわけにはいかなくなると思いますね。ですので今日の方針は昨日までとほぼ一緒なんですけども、最適なエントリーを今日はそれでもしたいなと思いますね。例えばね、上昇トレンド中でも下に下がる時ってあるんですよね。というのが、まあ移動平均線とローソク足の関係で乖離するとくっつくみたいなのがあるでしょ。例えばそういう時って倍で入ったのに含み損を抱えてしまうってことがあるわけですよね。まあ4時間とか1時間で見ていくとそういうのが分かりやすいわけなんですけども、ちょっと待ってよ。はい、じゃあ4時間です。4時間どうですか。ここで横ばいに入ったところがありますけども、さすがにねここで倍に入れちゃうと、含み損からロスカットになるでしょ。だからこれは乖離してるからなんですよ。乖離が大きくなったら戻っていくわけですから、戻った瞬間にエントリーしないとダメなんですよ。これ今戻ってるところですよね。だからどこまで戻るか分かりませんけども、基本的にはラインまで戻るかなっていうので、今倍でエントリーするよりももうちょっと様子を見て、この移動平均線にぶつかったあたりでエントリーを検討した方がいいかなと思うんですよね。もっと落ちるようだったら赤いところ、赤いところで反発する可能性が一番高いんで、私はこういうところを狙っていきたいと思いますけどもね。まあ、これがだから最適なエントリーポイントってことなんですよ。じゃあ次1時間です。はい、今ね、1時間軸で見ると、ちょうど、乖離したこの勢いよく伸びたね、陽線が、利益確定かなんかによって下に落ちてくるところです。まずは今ライムに当たろうとしてるんで、もうね、1時間なり2時間なり待って、ライムで反発して上に登るかどうかっていうのを見ていきたいなっていうのと、ここを突き破るようだったら一番可能性の高い赤いところでね、反発するんじゃないかなってことを見ていきます。リスクの取りにくい方は、ここのあたりをね、まあ、ここら辺にゾーンを引いて、これを超えたら、バイでエントリーっていうのでもいいんじゃないですか。まあ、これもいつもの話ですけどね。で、リスクの取れる方はいつでもそうですけども、この辺りでもう倍に入るわけですよ。で、利幅は十分取れるし、それからね途中でリスクを避けるためにここまでは一旦利確して、その後 0.5 で追撃っていう方も取っていきますから、まあこういうふうに余裕のあるエントリーができると一番いいんですけどもね。だからこれは上級者とか、まあ中級者の中の上ぐらいの方の作戦になります。まあ全体的にはそんな感じですかね。はい、じゃあ上昇トレンド、さらに勢いを増して上昇していってます。今日も倍で儲けていきましょう。158円に行くかな、どうかな、行く可能性もありますけどもね。うん、157円の半ばでスタートの今日5月30日でした。それでは FX オリアフィの皆様は後ほどまた追加放送でお会いしましょう。